ひときわ華やかに花開くのはどの馬でありましょうか。秋華賞いよいよスタートです。スタートを切りました。12頭、この大歓声がくせ者であります。落ち着いていけるかどうか、果たして何が行くのでありましょうか。グランパドゥドゥ先頭、10番山勝スズラン、6番ティアズグレイス、それから足毛の馬体ワルターズスパーブであります。各馬第1コーナーに差し掛かります。そのうちデミードレス、日本キロスワン、そしてそのうちに5番チコチコタック、その外からは9番カリスマサンオペラ。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。ちょっと離れて3番トーアトレジャーであります。そしてその後ろから2番バイラリーナ、11番チャオクイン、ピンクの帽子が馬込みで入れています。内を通りましてシルクスプリマドンナ。もう一度先頭に戻りましょう。10番ヤマカツスズランがわずかにリードしています。グランパドゥドゥ下がって2番手、6番チアズグレイス、それから足毛の馬体ワルターズスパーブであります。1番内から4番ゲミードレス、それからもう1頭8番日本キロスワン、その外カリスマサンオペラ、そして内からはチコチコタック、その後ろ5馬身くらいあってバイラリーナ、内を通ってトーアトレジャー。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、白い帽子グランパドゥドゥが先頭、1番グランパドゥドゥがまだ粘っている、怖い馬が来た、11番チャオクインがチアズグレイス懸命に追った、1番内グランパドゥドゥが粘っている、ピンクの帽子チャオクイン先頭だ、チャオクイン先頭、チャオクインが先頭だ、3歳牝馬三冠達成。確定。